にちは、近藤里です。今日は銀座にやってきています。銀座、私のですね、左手には三越、銀座三越があります。ちょうどその、裏手の通りになるんですけれども、銀座元寺さんです。ご覧ください。こんなに広い間口だったとは。実は私、元寺さんはよくよくも高名有名な小売店なので知ってはいたんですが、来るの初めて。初めてです。元寺さんのイメージっていうのは、とにかくそのこだわり織りであるとか染めであるとか、大変貴重な、作家の品物を扱っている、そういう小売店というイメージなんですね。だからちょっと気合い入れないと。とにかく、着物を本当にこう心から愛する人に納得してもらえるような商品を置いてる、そういうイメージがありました。楽しみです。はい、では行ってみたいと思います。わあ、すごいね、立派な木の、こんな大きいな。大きいですね。なかなか銀座ではないですよ。失礼いたします。はじめまして。あ、いらっしゃいませ。近藤里と申します。あ、銀座元寺の元寺です。どうも、ようこそ。いらっしゃいませ。会長、どうもよろしくどうぞ。ありがとうございます。まず、はい、よろしいでしょうか。はい、お店に入って目に入りましたのが、この、はい、大島紬の旗ですか。はい、はい、そうです。これは飾りでは、いえいえ、ここで折ってるんです。銀座で大島。はい、銀座で大島で。なぜ大島紬を、まあ、数ある織物の中から選ばれたんでしょう。これは私のふるさとのものなんですね。銀座からやっぱり全国に大島紬っていうのはどういうものであるかっていうのを、ただ商品だけじゃなくて織ってる姿を見てもらった方が一番理解してもらえるんじゃないかなっていう形で、はい、ここでずっと奄美で織ってた子をこっちの方でやって折ってもらってるんですね。奄美から、織り手さんもこちらに、銀座に。おー、そうですか。辰五柄、ね、そうですね。この辰五柄っていうのは私のふるさとなんですね。辰五、辰五の、はい、まさにご出身なんですね。はいはい、そうなんですよ。お店ももうすごい素晴らしいですよね。はい、ちょっとこだわりが、はい、ここは木と石と紙っていうテーマで店作りをしてましてですね、はい、やっぱり日本の手仕事っていうのをここで残したいっていうのでですね、木の方もですね、樹齢800年ぐらいのものなんですね。800年、はい、線っていう木でですね、はい、やっぱりこういったものは使えば使うほど飴色に輝いてくると。もうだいぶツヤツヤしてますけど。そうですね、だいぶもう20年以上経ってますからね。もう切ってからもう70年ぐらい経ちますからね。四国の高松の方で、四国から来た、四国から取ってきた木なんですけど、そして石の方も味石してですね、はい、四国の高松ですね、形で様子にやってるんですね。はい、こだわりの素敵なお店で、ありがとうございます。ぜひ、はい、ありがとうございます。お願いいたします。もうちょっと身が引き締まる思いで、元寺さんって私にとってはすごく、まあ、ある意味いい緊張をするお店でございます。いやもう入りやすくて出やすい店ですから。そう、うまいですね。入りにくくて出にくいって怖い怖い。僕やってそういうイメージあるけど、入りやすくて出やすいってこと。はい、まずは、せっかくですので、お着物を、反物を見せていただけるということなんですが、そうですね、まずじゃあ、はい、会長のふるさとの、ふるさとの大島紬ですかね。こちらの菊の柄でですね、やっぱり純泥染めっていう感じですね。これまた細かい、細かいですね。しっかりとやってまして、この辺りが総がすりってかすりだけで作った。すごい、綺麗な白が引き立ちましてですね、はい、そう、かすりがね、はい、かすりが細かい、はい、そうですね。はあ、もうどこどんどん離れちゃう。私もそうなんですよ。もう織手さんは結構年配の方もいらっしゃるのに、よくこんな細かいのを織れるなと思うんですよ。そうですね、まあ、やっぱりこういったものもやっぱり
の経験から普通のものは見れなくてもこのかすりだけは見れる折り目みたいな感じですかね。すごいです。もう感覚で物を折ってるんじゃないかな。職人の目というか、はいはい、あのそもそも会長は奄美大島の龍郷のあたりでお生まれになって、どういう経緯でこの東京にいらっしゃったんですか。あの実はですね、私全くこの道に入ると全く思ってなかった。あれ、お家がお着物をなさってた関係。いやいや、ないんです。あら、なくてですね、普通に龍郷で生まれた。龍郷で生まれて高校まで奄美なんですよね、はい、大学からこっちの方なんだけど。なるほど、はい、それはあのどちらというと箱根駅伝を目指して、ランナーだったんです、あら大学入ってすぐあの故障しまして、手術、あの入院して手術という形で、手術がもう足くなくて、そして1年間ぐらいやっぱりちょっと療養生活した時にですね、もう走れなくなったもんですから、大学も辞めまして、ちょっとしばらくちょっと引きこもりみたいな形で人に会うのが嫌でですね、やったんですけど、ちょうど21の時でしたかね、あのアパートでですね、奄美から出てきたアパートしかないですから、アパートで私の父が高1の時に他界してるんですよ。そうですか。そしたら母があの私が島を出る時にですね、父の形見の押しも入れててくれたんです。これを羽織った時にですね、死んだ父がですね、お前スポーツとさ外せなかった夢を商売でやったらどうだと言われてるような感じしまして、ああそうかと、じゃあなったら要するにこの道に入ろう、あの大島紬とやっぱり着物って道に入ろうという形でですね、21の時にそして妄想が始まったんですよ。だって何もこうないところですよね。お父様の形見が1枚あるだけ、あるだけです。だからやるからには一国一有の主になりたいと、そして30になったら独立すると、やるんだったら銀座っていうのを自分で決めたんですね。それでも引きこもってる最中ですね。引きこもって父がこういた時にはいはい、はい、何もない状態でそこまで、だから妄想なんです、妄想で、うんね、妄想でやった。そこからでも第一歩は何だったんですか。やっぱり問屋さんにでっちぼこです。そうですか。問屋さんにでっちぼこ行った時にですね、まず掃除から始まりますよね、その頃は東京関東ですね、はいはい、あの日本橋の方ですね。そうですか。そうしますとですね、もう本当にあの着物やったことないですから、顧問とか付け下げとか言われてもさっぱり分からないんですよ。もう宇宙語なんですね、はいはい、それであの寮があの裏にあったもんですから1時間ちょうどあのかかったもんで、まず着物辞典を買って電車の行き帰りその用語を覚えるというのが始まったんですよ。30までだったらあと9年しかないですから。そうですよね。30までに銀座でお店を持つのに、ゼロからスタートですよね。だから妄想です。すごい、だからもう問屋さんもそんな長くいられませんよね。問屋さん何年間ぐらい。だから問屋で1年ぐらい。1年すごい、そしてまた猛スピード小売屋さんに入られて、やっぱりそういった形を覚えながら着付けも覚えて。あ、そうですよね。女性の着付けなんです。やっぱり手に職を持たん、あの武器を持たんといかんという形で、あの渋谷にあるあの清水突起学園、はいはいはい、清水先生のところに通って、あの昼間仕事して夜着付けを習おうと、すごい、いう形で振り袖まで全部自分が着せれるようになったんですね。はい、そしてそれからやっぱりあのお客さんがいないもんですから、28の時に大田区の蒲田医師会という意識を独名というところのお医者さんがその頃一番景気が良かったので、はい、1年だけ進めさせてほしいと、はい、いう形でそこで人脈作りをしたんですよ。すごい。それはだから将来自分のお店でお着物を売るためですよね。はいはいはい、うわなるほど。はい、だから奥様とか看護師さん方に、はい、ちょっと顔つなぎっていう形でですね。それまでの経験上、お医者さんや看護師さんはお着物を好きな方多いというイメージ。そうですね。一番景気が良かったのはその頃開業医だったんですよ。ですから。そういった形でですね、その頃っていうのは土曜日というのは半ドンなんですね。はい、半ドンってみんな今の時代は分かりますかね。分かり、私は分かります。病院の院長先生方はゴルフ行くにはちょっともうあれですから、はい、時間が有り余ってるから、はい、もうそこで野球部を作りまして、はい、各病院の院長先生方を集めて、要するに蒲田医師会と大森医師会とか板橋医師会とか
やって夜ノミニケーションで人脈作りやったんですね。それは会長が、まあ、いろいろ、まあ、プロデュースというかこういうことしませんかみたいな、みんなで、なんかちょっとプロジェクト X できるんですけど、お出になったことないですか。いやいやすごい、うん、全く違うことをなさって、全てここに来るための、その、まあ、いわゆるこう積み重ねっていうのをここで下準備をされたんですね、はいはい、その時に一番僕が感じたのがですね、私たちはこのカルテとかレセプトとかやっぱりその薬を持って回るんですが、うん、やっぱりあのカルテがあるわけですね、はいはいはい、そこにレントゲン写真ありますよね、うんうん、これだと思ったんですね。何ですか。独立したらカルテ、着物カルテを作ろうと、ね、そして人間というのを忘れてしまいますから感謝というのを形にしなきゃならないというので買っていただいたら本当に感謝なんですね。だけどそれをずっと残しておくためにはやっぱり写真を撮っておくと、買っていただいたのが全てのお客様の買っていただいた何月何日に買っていただいた、これをいくらでお届けしたというのを全部書いてカルテを作るのを覚えたんですね、でそこで人脈を作られて作ったんだけどさ、独立しようと思っても金がないんですよ。そうですよねどうしたんですか今度スポンサー集め、いやスポンサーなんかいるわけないのよ、はい、銀行なんか貸してくれるわけないですよね。貸してくれない、はい、どうしましょう。アパート住まいの人にね、はい、うん、それでちり紙交換って昔あったんですね。会社業知ってます、知ってますよ、はい、もちろんです。はい、どうさん、こっちら、はい、こちらはちり紙交換です、はい、1年だけ僕はそこで300万貯めようと。ちり紙交換やったんですか、はい、やったんです。東京で、東京でちり紙交換やってですね、その時にですね、一番何が感じたかっていうのは、こんなにたくさん出したのにこれしかくれないって不平不満なんですね。あ、はい、これを解決しようという形で量りを持ち出したんですね。量りを持ってですね、そうしたら、あ、30キロですね、こうしてやると、あなた真面目だねという形で、じゃあ私はここの町内会のあれやってるから、今度あのぜひあの来月から来てくれないかなというものですから、そういうお得意さんができるんですね。その時に今みたいに携帯があるわけじゃないから、はい、もしも渋滞で遅れたら申し訳ないんで、うん、車行って手帳を持ってきまして、うん、じゃあ毎月1日にっていう形で要するにやって、もしあの差し支えなければ電話番号を教えてくださいっていう形で電話番号を書いて、遅れたら申し訳ない形でこれ電話番号を書いてやるとですね、前の日にまた電話入れて明日伺いますって形をやっていきますとね、そうすると今度は隣の町内会も全部紹介してくれるわけですね。すごい、まあ、でもそれもまた人脈になります。そうですね、だから1年しかないですから、はい、ね、雨の日は休みなんですよね、はい、だけど私は休んでる暇ないんです。その休んでる暇ないからどうしたらいいんだろうという形で、そうだと、あの大きな団地とかマンションをピンポン鳴らそうと、はい、そうしたら晴れた日よりかその方が在宅率があって、またトラックに2回分ぐらい運べるんですよね。それで300万を貯めて、要するに独立って形で、ただ300万ですから、はい、もうそんなあれがないわけですからね、はい、ええ、まあ、店なんか作れない。銀座で300万で言ったら、まあ、大したこと何もない、ね、車買うぐらいと、そうですよね、借りるためにちょっと保証金として積むお金ぐらいで、机借りたんです、机、貸し机ってのね、貸し机借りて、あの電話一本置いて、そういった形の商品はどうされたんですか。だから借りに行くんです、あの問屋さんに、ね、だから保証金を積んで、その分を借りて朝借りに行って、そしてまたずっと回ってきて夕方返しに行くと、その繰り返しですよね。でもある意味も、まあ、そのいわゆる訪問販売というか、ピンポンです、ピンポンピンポン出してるうちにうるさいなってなるんですよ。夕方になると手が震えてくるんですね。また怒鳴られるんじゃないかなっていうのがあって、そうしますとですね、ある日やっぱりお客さんがやっぱり優しくしてくれるんですね。もうそれにはもう本当に感謝ですね。優しい、そのいわゆるお客さんも見つかって、うん、はいはい、そして徐々に徐々にお客さんが増えてくださって、それでようやく小さな店をまた出すようになってくるんですが、だから机の一つ電話一本から始まったのがちょうどその45年前に産声を上げたのが銀座なんですね。すごい、ここまでその一生懸命そのいわゆる着物というものに、こだわる、だって全く
それまでの人生の中で、はいはい、接点がなかったわけじゃない。そこに疑問を、うん、能力ないからこれしかないと思ったんですよ。もうこれで生きようと思ったもんですから、だから人が3年でやるできるものを1年でやろうとか、それすごい能力だと思います。いやいや、これもね、陸上のおかげなんです。逆算なんです、すべてが。陸上は逆算なんですか。やっぱり10キロ走るために、うん、例えば30分で目標を立てたら、5キロ地点は15分で通過してなきゃいけない、3キロ地点は9分で通過してない、1キロを3分で刻んでいかないと30分でできないんですよね。その逆算の、これをただ仕事に変えただけなんです。今でも全部逆算です。ある意味一つの大きな挫折を、そのいわゆるそのランナーとしてはあったかもしれないんですが、その経験というのは実は今も生きてるっていう。本当にそれはね、生きてますね。この結局商売だって何だって仕事だって汗を流さなかったら結果は出ませんよね。すごい、その汗を流した結果が今こんな素晴らしい大島紬の反物を銀座でね、このような素敵なお店でっていう。いやー、ちょっとまだまだいろいろお話、まずこの反物、これは、大島紬って、もう本当にもう会長がお商売始めた中から、もういろんな変遷がありましたよね。昔、もう私の本当に母が若い頃なんていうのは、大島紬すごく流行っていろんなところで、で最近の大島紬のこう何ですかね、流行とは言いませんけれども、こういうのが新しくとかデザインとか流行ってるってありますか。そうですね、やっぱり昔、さっきご覧になった龍郷柄ですね、もう一番原点ですよね、龍郷柄とアギナバラ、アギナバラというのが原点、やっぱり今でもなっているんですが、やっぱり一時はですね、シンプルなものが流行ったんですよ、シンプルな大島が。だからこういったものって20年1回ぐらい少しで変わってくるのかなっていうのはちょっと感じますね。最近はこう昔もうちょっと前だとこう地焼きの黒地がすごく多くて、でこう柄が飛んでるようなものがあったんですけど、結構こうしっかり柄入ってますよね。そういった形で、まあ確かにですね、それとやっぱり明るい白大島なんかも結構今人気がありますけどね。そうですよね、印象が全然違います、ね、また印象全然違いますし、このもう泥のね、いいこの色合いとはまた違って、そうですね。それとですね、今アイドロっていうのが、アイドロが今少ないんですよ。ということはですね、この茶の泥でしたら、目が見やすいからちょっとかすりが合わせやすいって言うんですね。おる人がアイドロは非常にですね、かすりを合わせ見づらい。だからだいぶ少なくなってます。これが、わかりやすい。これがアイドロですね。確かにね、目がね、かすりがよく見えないってなる、そうなんです。でもまたこう いい感じのこうね、色が全く違うので。違いますから、やっぱりアイドルはちょっと少なくなってますね。本当はアイドル欲しいんですが。確かにこのかすりは見づらいわ。かすりを合わせるときに大変だっていうので、やっぱりこういった形をしながら、奄美の大島紬をなんとか普及させようという形でですね、前はですね、コロナ前まではあなたが選ぶ大島紬っていうのをやったんですね。それは元井さんでですか。私が20点ぐらい選んできて、そして今東海の方ではどんなものが求められてるかっていうのを島の人たちに知ってほしいっていうの で、 大事ですよ、ね、やっぱり私たちは口で言うよか、お客様の声っていうのを知ってほしいっていうので、そしてあなたが選ぶ大島紬に来て投票してもらって、それをそこには泥詰め師と図案師と締め渡し織子さん、この4名の名前を書いて、そして投票してもらったら、1位から3位までなったら、それを持って奄美に行って表彰に行くんですね。今まで泥詰め師とか、締め渡しっていうのは一回も表彰されてなかったんです、昔は。わかります。だからその人たちが一人でもかけたらいけないっていうので、ずっと私はあなたが選ぶ大島紬っていうのをやって、その今の時代はこういったものを今求められてるよっていう形で島に行って、また今の時代をやったり、そして都会の人たちに、この表彰してくれた人たちには12月24日にですね、クリスマスプレゼントと1位のものをプレゼントしたんですね。協力してもらったんで、そういうことをずっと繰り返してたんですけど、今コロナでちょっと休んでるんですけど、また復活しなきゃいけないなっていうのは
あるんですけど。そうですよね。こうね、こう一枚の反物にできてしまうと、なんかこう織子さんってイメージがつきやすいんですけど、はい、でも道路さんの締め渡される方っていうのは本当にこう顔が見えづらい方たちで、はいはい、いらっしゃるってことを忘れがちなんですよね、うん、だから本当に素晴らしい。いやいや、もうこういった人たちがいないと一人でもいなくなったらもう終わっちゃいますから。終わりますね。だから今の時代に合ったものを作っていこうよとか。そうですね、はい、やっぱりファッションですからね一応。はい、もうおっしゃる通りだとファッションです。はい、おっしゃる通りです。こうしていかに美しく女性をさせるかというのは、はい、この着物ですから、はい、やっぱりそういった形でやっぱり都会に街並みに合う着物っていうのをちょっと僕らを提案して、やっぱり東京の銀座のっていうこと、うんうん、母が残してくれた大島もいいんですけど、うんうん、やっぱ全然今のものと違うので、はい、まあ、今のものもいいよなと思うわけですね、はいはいはい、では続いてのお着物をお願いいたします、はいはい、これが銀座つながりですが、あ、これは銀座の結城紬です、はい、これを結城紬をですね、はい、銀座の柳を切ったもの、いわゆる本当の柳の木ですよね、はい、それを切ったものを雪に送って、雪で染めて織ったものがこれなんですけど、ずっと昔はですね、私は柳通りっていうところに店があったんですよ。そうするとね、3月ぐらいになってくるとやっぱり新芽、春を告げる新芽が出てくるんですよ。それで朝日に照らされて揺れてるの姿がすっごい綺麗だったんですね。わあ綺麗だねと思ってるんだけど、7月8月ぐらいになってくると切って捨てられていくのを見るんですよね。通行人の邪魔になるから。柳の木ってものすごく伸びるんですね。早いんですね。だからもったいないなと。全国どこでも草木染あるけど、うん、銀座の草木染ないなと。確かに。それで30年前に銀座の柳染やろうっていう形で始めたのがこの柳染なんですね。こんなこうなんか素敵な色になるんですね。もうこういった形をですね、トラック1台分ぐらいをもらって、その全国の作家、はい、織物、そして産地に送って銀座の柳染をやってもらうんですね。へ、例えば沖縄行ったら芭蕉布のところ、うん、平さんのところにも柳を送って、芭蕉布を柳染めしてるんですか。どんな色になるんだろう。すごく綺麗な色になってきますよ。そういったものも要するにやったりしてるんですね。だから全国にこういった形をやったりしながら、はい、うん、この柳染めっていうのは非常にこの私たちはこの銀座っていう地で地力をもらって要するにやってますから、この銀座の柳染めをやろうという形で。まさか銀座に染められる植物があるとは思ってもみなかったです。はい、はい、ね、はい、そしてこれでやっぱり私たちはこの銀座の柳をやってるもんですから、やっぱり子供たちにもから対面小学校で銀座であるんです。はい、対面小学校、はい、はい、あります。あの小学校から27年前に28年前ですかね、銀座地域理解競争っていうので柳染めやってくれないかっていうので、銀座の柳染めを今でも27年間続いてるんですね、はい、毎年5年生にハンカチ150枚と白生地2単をプレゼントする。おお、そしてやっぱり子供、この柳、草木染めっていうのは命をいただきますよね。命の大切さっていうのを知ってほしい。そしてやっぱり小さい時に想像力を高めてほしいっていうので、絞って染めたらどういうふうになるかなって想像をしてもらいたいと。そしてまた大都会の子供たちには大自然に触れてないもんだから、確かに対面小学校って本当に銀座のちょっとまあ外れなんだけど、まあど真ん中帝国ホテルがすぐ近くだったりね、もう本当に4丁目のね、まあ村だからすごいところに、こんなところに小学校がっていうところにあるんですよ。そう、確かに自然に触れる機会はないですよね。私のふるさとから奄美大島から大島紬を染める泥を飛行機で運んでくる。泥も、そして柳で染めて泥染めを体験するというものをやってるんです。これをもう27年やってまして、そして15年前に私が今度はこの銀座の柳の対面の挿し木を持って奄美の小学校に植えてるんです。それが大きくなってるんですね、銀座の柳が、銀座の柳が、四星柳が向こうで大きくなって、今8年前からこの交流が始まったんです。だから着物を通してこういった子どもたちの輪が広がってくるっていうのは、やっぱり私たちもやっぱり都会に出た時に
非常にやっぱり大都会の人と話するのはすごく怖かったんですよね。怖かったんです今こんな立派な上じゃない。だからあの小学校のうちにやっぱりそういった形をちょっとや何かあの子供たちにも夢を与えたいと思ってそれをやってるんですけどね、うん、なんかそういう、こう、うん、こう本当にこう現地との交流、基本もそうなんだけれども、って大事ですよね。大事なんですね。やっぱり僕は大事だと思うんですよ。それがお子さんの頃ならもうなおさらのこと、はい、素晴らしいことをなさってらっしゃる。いやいや、もうやっぱり自分が今できることをやろうと、やっぱり子供になんか何かを今のうちに小さいうちから感性を磨いてほしいっていうので今それをやらせてもらって、だからこの柳も柳染めもあの小学校はこれがなかったら私30年続けられなかったんです。なるほど。だから子供に感謝なんです。でもすごい素敵、こんな綺麗でしょ。そう、いやこれを、うん、例えば男性が、うん、本当にこうねスッとこう、うん、お召しになってた、はい、かっこいいね、はい、これで銀座を歩かれてたら、はい、ね、柳の下をちょっと通ってもらいたいんですよ。素敵、里帰りなんですよね。素敵。あの元地さんで扱ってらっしゃるこの一つ一つの商品って、うん、物語があるというか、はいはいはい、その織り手や作り手の、はいはい、気持ちとか心がよりこうなんかこう色濃く馴染んでる、はい、それはもう会長もそうなんです。もうそれがやりたくて僕は今やってるんですね。やっぱり物だけじゃないです。その裏にあるストーリー、その文化とか歴史をきちっと伝えて、そしてこれを身にまとってもらった方がもっと輝いてくれるんじゃないかなっていうので、リスペクトですよね。はい、本当物語だから。今2ターン、2ターン、まあ、会長まだ2ターンしか、はい、はい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 、じゃあ、はいはい、まずいすみません、私長くなっちゃって、ね、あー、出ました。これ紅花なんですよ。紅花、はい、すごい綺麗。超かわいい、はい、これがこの山岸浩一っていう作り手なんだけど、僕はこの人に惚れてですね、この作品を伝統工芸展で見たんですよ、30年前に。 うわすごいな、こんな素晴らしい作り人、どんな人だろうと思って、それで私はすぐあの山形まで飛んで会いに行ったら、ちょうどその時に紅花の、あの畑で紅花を摘んでたんですよ、その人は。すごい、すごい出会い方ですね。私は着物で行ったもんですから、はい、また変なのが来たなっていう話ですね。なかなかね、最初の頃はあまり相手にされなくてですね、3回ぐらい、もうやっぱり警戒 しますから、もううさんくさい男が来たなっていう感じでね。いやいや、やっぱ東京から、コールテンズ、っていうね。そうしたら、通ってるうちにだん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 行けば行くほどか、もうこの人に引き込まれていくんですよ。ね、どんな魅力が。この人は畑も耕し、そして糸も蚕も自分で育て、そして真綿を取るのも自分、糸を取るのも自分、そして染めるのも自分、織るのも自分なんですね。で、紅花も摘んでらっしゃる。摘んでる。藍も育ててる。蚕も育てる、ね、そしてこの人は実は28歳の時に米沢市内に住んでたんだけど、はい、草木染めするには太陽と水と風、太陽と水と風、この3つが揃わないといい染め物はできないっていうので、そこから30分ぐらいと赤崩れっていうところがあるんだけど、米沢市内からそこに一軒家のところ、ポツンとところに、そこに28歳の時用を捨てるんです。この人はすごい仙人みたいな、仙人、本当仙人なんです。用を捨てて、そしてもう畑を耕しながら、そしてやっていくわけですよね。そしてこれ出来上がって染めたらすぐ次は織りますよね。この人織らないんです。糸のまま3年5年染め続けるんです。染め続けて糸がそろそろ追ってくれてくるんだ。糸の声を聞く、はい、聞く、はい、そしてそういったものを、例えば夏は要するにこういった紅花の、例えばそういったものを摘んでですね、冬になるとですね缶詰をやるんですよ。寒い時に夜中の3時に4時その頃ずっと染めて、雪の、はい、もうすごい雪の中ですね、マイナス16度ぐらいのところで、そしてそのお家で染めて、そして朝になったら雪解け水で洗うんです。ちょっとそれがね、こういう、あー、いやーすごい、これ素手ですよ。へ、ね、すごい。これ夜中の3時4時ぐらいです、こういった形で、
だから当時28歳ですから今もう今ちょうど77歳になります。すごい、だからこういった人がこれを見れば見るほど引き込まれる。もう僕らはもうこの人の作品を世に出したいと。それはそうですね。もっともっと、はい、そういったものがこれ5年かけて6年かけてこれが今世に出てくるんですよね。この作品を僕はずっとやらせてもらって、そして今この人に僕は大きな冷蔵庫を送ってるんです。何用の冷蔵庫ですか？これはね、普通蚕っていうのは前糸を吐いたら、はい、熱風をかけて殺しますよね、うん、はい、そうです、感染しますよね、うんうん、そうすると艶がなくなるんです、うんうん、ですからこの生きたまま、あ、冷蔵庫に冬眠させておくんです。そういうことできるんですね。そして使う時だけこれを真綿にして、あとはこう引いたり していくんですね。これはだから生がけの糸っていう形なんだけど、だから私のプラチナボーイっていうのも出てこないんですか？いや、ちゃんと冬眠してるから、ね、冷蔵の4度か5度になったら大丈夫なの。出したらまたこちょこちょっと動いてますけどね、そういったものだったらツヤがあっていい糸ができるんです。だから大きな冷蔵庫を送って、そこに冷蔵してるんですけど、繭を、まあ、冷蔵しておく用の冷蔵庫を、はい、私がプレゼントする。プレゼント、お客様がそれに感動してこの大きな業務用のがあるから運ぶのは私に運んでくれというから、はい、運送代は私が持って運送代の方が高くなった。お次の一軒家まで、はいはい、それが高かったそういった形でやってるこの作品がそうなんですね。この人の作品はもうそういった形でずっとやり続けて、この間もポーラー賞を受賞なさったりしてるんですが、これだけのものをこだわりって言ってると怒るんですよ。糸が欲してるから自分はやってるんだと。自分じゃなくて、糸が求めてるし、糸が、はい、だからこの人の作品を身にまとった時のお客さんの笑顔とは何とも言えませんね。また女性が美しく輝くんですよ。ちょっと白髪の女性がこれを着た時の美しさって何とも言えない。見てくださいこのほら、あれいや綺麗ですよ。綺麗なんですよ。ね、ちょっと白髪いた、ね、こうして紅花を摘んで紅花を洗ってですね、紅花餅をこうして餅も全部すごい、はい、全部、はい、すごい踏んでる、はい、すみません古文書みたいなので見た、はいはいはい、私も必ず夏と冬はここに入るんです、こういった形でついて。会長どれぐらいいらっしゃったんですか？もうこっちに、はい、もう毎年僕が入るんですから、もう30年近くもしょっちゅう行ってますね、僕はこの男に惚れましてね、ここまでやるのかっていうのが全部自分です。全部自分です。これは天山市です。あ、天山、あ、天山も育ててる。いやー、いろんな場所です。くぬぎの、すごい、冬はこんな寒いんです。いやこういった形ですごい、これ、肩帽子、これ夜中の2時3時ですね。2時3時じゃないとできないんですか？寒い時の方がそれを一晩中こう染めて、そして朝になったらここで水洗いをすると。あの後継者はいらっしゃる？ご子息さんとお嬢さんが今やってます。一回ここは一回訪ねた方がいいかもしれないですね。素晴らしいです。すごい、そしてこのこうして糸が寝てるんですね。取ったりとか、この人たちが、はいはい、もうそろそろ自分を喋り始めた時に折ると、はいはい、なんかちょっと違うレベルに行った感じ、はい、はあ、いや素晴らしいね。すごい色ですよね、これ伝わるという。超かわいい色、ね、こういうもの、この人はこれだけやってるわけじゃなくて、いろんな草木染めやってるんですよね。ベニマナだけじゃないです。で、糸も、糸も天産もやるし、天産もやるし、全部自分で育てる。プラチナだけは私のこっちで育てたものを送ってやる。じゃあプラチナちょっといきましょうか。先ほどから会長が、はい、プラチナ、プラチナって言ってたんですが、プラチナっていうのはだからこれも今年は36単しか売りませんでした。その中の20単シリアルナンバーにチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。